はい、どうもこんにちは。どうも、今回もリモートでちょっとやっておりますけども、はい、うん、はいはいはい、相変わらずこのちょっと ね、うん、このやっぱあのよくバラエティ番組で芸能人のなんか家の近くみたいな、うん、このぼかし映像がね、なんか怪しいね。はいはい、うん、で一方三富さんはこの宇宙からの中継っていう、はい、はい、もうこれしか背景ないような気がする。はい、こっちなんか背景全然なかったです。あの一応これ生産会社から借りてるなんかあの、うん、ね、機材でやってるんですけども、うんうん、全然あれなんですけども、うん、私全然だからこんな バッグなんかこう、うん、あるはずだけどどうしていいのか分かんないから、うん、ここの後ろになんか幕でも貼るとかって、うん、そうそう、だもんだって、うんうん、いやいや、こっちはねちょっと本当に見せられないものがいっぱいあるんでちょっと。うん、ねえ、いろいろとやばいものがあるのでまたね、はい、ちょっと後々で今回どうしましょう、まず、はい、今回何をやろうかなと思いながら、まずですね、はいはい、サクッといくかな、355っていう、うん、ここでちょっと出てくるかな、あ、はいはいはい、355見えた、355なんか、うん、最近数字ものって多いですね、いろんなあれでなんかあの SNS アプリとかいろいろなもんでちょっと数字あります。これ355ってなんか結構なんかちょっと見る限り結構豪華なキャストが、うん、はい、このジェスカ・チャスティンとかルピタ・ムンゴとか、うん、ね、ペノルペちゃんとかさ、ね、あの、はいはいはい、まあ何アジアも含めてその欧米のスパイたちっていうか、うん、がそれぞれ訳ありの女たちが集まって、はい、でその奪われた、国際テロ組織に奪われた、うん、秘密兵器を奪還せよっていう、こう、はいはいはい、世界中をよくありますよね、こういう、うん、なんだこの敵対したりなんかいろんなはみ出し物が集まってなんかやるっていう、なんか浪人とかあるじゃないですか。最初は騙し合いだったりとか、うん、のその女性版で、はいはい、まあこの後ろにこうほらうん、ちょっと今見えるかな、うん、あ、なんかね、いろんな国旗が、まあイタリアン国が多分あれですよね、うん、ドイツでなんかねえ、このジェシカ・チャスティンはアメリカ、なんか、うん、で ルピタ・ムンゴがなんかイギリスみたいな、そうね、みんなだからそのね、CIA だったり、MI6 だったりみたいな、うん、でそれぞれ、ね、生活も、ありの、その立場もありのみたいな、結構キワキワだったりとか、うん、で性格に難ありだったりとか、共同作業は全く苦手だったり、うん、でもまあ団結して、ああ、もう昔からちょっとこういうのっていいですよね、でも、うんうん、ね、でその中で、うん、そのペネロペクルス以外はみんなまっすぐなわけですよ、はい、その道、うん、でペネロペちゃんだけは違って巻き込まれ方で、うん、つまり彼女にはスキル、その、はいはいはい、再活動はないだけれどもっていう、うんうん、ああ、コロンビアの心理学者、そう、うん、心理学者で、まあ、心理学者だって、まあ、強みはあるんだけれども、うん、だからこそ見えてくるものももちろんあるんだけれども、うん、けどそのなぜここに巻き込まれなきゃならなかったの私普通の、うん、女なのにみたいなところとか、あ、はいはい、あ、でもやっぱそういうちょっとなんか素人っぽいやる、うん、だから結局なんかそれって基本的になんだろうな、パターンといえば真の侍っていうか、うん、そうそう、ね、ね、だからそれぞれの、うん、何その、うん、得意分野があって、はいはいはい、ダメなとこもあって、うん、まあ力を合わせてっていう、うん、まあもう黄金パターンですよね、そうです、うん、黄金パターンで、まあ、気持ちのいい、うん、アクションの割には結構残酷な展開もあったりなんかして、死人もたくさん出るし、うん、いや、はいはい、すごく、うん、でこの551はそうか、うん、355は、実在したスパイの、うん、なんか暗号なんだって。その、あ、はいはいはい、ね、ここにちょっと、資料があるんですが、うん、ちょっと待ってね、うん、いつぐらいかな、アメリカにね実在した、うん、そのスパイのそのコードらしいんだ、うん、女性ね、もちろんね、うんうん、でまあその、誰かが裏切ってるのかもしれないとか、あ、それが怪しいとか、なんかまあいろいろ本当にいろいろあって、いろいろあって、えみたいな感じで、まあなんかちょこっと耳にしたらば、その中国資本もかなり入ってるらしいので、まあまあいい役とか入ってますからね、かなり後ろの方に登場なんだけれども、まあみんななんか愛すべきキャラというのかな、そうそう、なんかね、女丈夫みたいな、でちょっと男がまたこのちょっと
出てるのがセバスチャンスタンとか江戸川ラミレスが、なんか一回もう主役は張らないけど、ちょっとなんか脇でなんかちょっと、そういうところに いそうで、僕っていうところがまた。なかなかね、そうなんですよ。なんか2なんで、ね、キャスティングっていうか、だよねみたいな。ね、いや、とにかく、ね、痛快な、はいはいはい、お話で、うん、もしかしたら、だからこれ、続きもありかもね、うん、みたいな。ああ、はいはいはい、はい、ねえ、ね、なかなかちょっとね、最近、いろいろとちょっと、こういうジェンダー問題とかあって、なんかこういうのだと、まず叩かれたりするんですけども、これはでも、面白そうですよね、本当に。うん、ぜひぜひ、だから、なんかそう、王道の映画だなって。はいはい、うん、王道の本当にこういうの、ハードプレイって昔あったじゃないですか、ブリドキンとか、ああいうのが撮った、ねえ、うん、なんかそういうのってね、やっぱりちょっと、好きな人は好きですよね。俺も好き。好きです。うんこういうのテリーさんもきっと好き。テリーさんはさ、はい、この中だったらさ、誰が好みだったりする？この中だと、あ、うん、ほら。はいはいはい。ルピタニョーかな。いやいやいや。まあでも、ね、うん、ね、みんなこういうやっぱりあれですよ。うん、70年代ぐらいから延々とついてるこういう感じのね、ちょっと。うん、ああハードボールもでいいじゃないですか。そうね、そうそう、だからそう70年代的な、うん、なんか懐かしさもあったりなんか、ね、そうそう、はいはいはい、その映画でもありました、敵の敵は味方っていうコピーが、まあ、ここについて、ね、ああもうまあ、あそういうところもいいですよね、やっぱりね、誰が裏切り者かみたいな、うんうん、そういうのも含めてちょっとね、やっぱこういうのは王道ですよ、うん、ねえ、わけで、まあ、まずこれ1本目、うん、それから、うん、この、番組が流れてきている時はもう公開中、うんうん、フレンチディスパッチ、あ、これはもう本当に期待作じゃないですか、もうね、面白ウエス・アンダーソン、あー、ウエス・アンダーソン、うん、ウエス・アンダーソンってさ、私大好きなんだけども結構作品によって好き嫌いっていうか、うん、やりすぎっていうか、うん、いつもやりすぎだから、うん、まあね、だって天才マックスの世界なんかもう映像特典で実際に劇中舞台とかまた再現したりとか、うん、そう、なんかむちゃくちゃってますもんね。そう、これでもかみたいな感じの、うん、そうで、まあ、はいはい、今回もこれでもかなんだけども、これは実はフレンチディスパッチっていうその、あれですよね、フランスに、しかもすごいめんどくさいですよね、フランスになんか、うん、あれあるなんかアメリカの新聞社と、そう、アメリカの新聞社の、そう、うん、フランスで作っている、そうそうそう、そ、会社の、まあ、その、社長が、うん、まあ、編集長っていうか、その代表が、うん、まあ、すごくこだわった、雑誌をずっとその、はいはい、作り続けていたんだけれどもだ、うん、ある時いきなり死んじゃうわけですよ、ビル・マーレイ。はいはいはい、でビル・マーレイってところはもう上田さんなんだよ。そうで、まあ、その彼の、その編集部にはもう本当にいろんな、その、はいはいはい、いつもいるんだけど記事を書いたことのないやつとかこだわりのその記者たちがいるわけ、うん、で、はいはい、でその、編集長のそのオーナーのその遺言では自分が死んだらばそれで最終号にしろと、うん、あ、編集長に捧げるための最終号をみんなで作る話、うん、はいはいはい、でこのページにはこんな話がこういうレポートがっていうんで、うん、いくつかの物語で書かれているんだけれども、もうその凝り方といったらっていうか、それぞれがもう一本の映画なのよ、本当に。ああ、うん、はいはいはい。でまたウェス・アンダーソンもあれじゃないですか、ウディ・アレンとか最近だとあれ、うん、新レッドラインの、うーん、監督、あ、テネス・マリックね、テネス・マリックとか、うん、ああいうのと一緒で結構役者がやっぱ出たがる監督じゃないですか、うん、今回も当然そういう意味で豪華なあれじゃない、そう、うん、いやもうさ、だってここにさ、うん、役者ここにね、うん、ティルダ・スタントン、ベネシオ、はい、デルトロ、もうデルトロなんてさ、その塀の中のさアーティストでさ、はい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 、ね、それがもう本当に、うん、何を考えてるのか全く分かんないし凶暴みたいだしみたいな、でその、うん、彼のいいパートナーであるその、刑務所のその刑務官の、うん、まあ、彼のミューズ、はい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 、でその彼の最高、才能を見込んで、うん、その作品を買い付けるその元受刑者のエドリアン・ブロディだったりとかっていう、うんうん、だって他にもだってフランシス・マクドーマンドとかジェフリー・ライトとか、うん、あのだってレア・セドとか、だってティモシー・シャルミも出てるんですよ今、アンディーンの、そうだよ、うん、すごい非常に豪華なんですよね、
非常に豪華だし、もうそれぞれの話が、だから、え、何ページから何ページはこの話で、ここから先はこの話、うん、で、その、で、最後の締めはこの話みたいな感じで、うん、もうそれぞれが、はいはい、もう全然トーンも違うし、うん、その描き方も違うし、うん、もう本当にさっき言ったみたいに一本の映画がそのフレンチディスパッチ最終号にぎっしりする、うん、でまあ癖はある、うん、いやもう本当ね、うん、この辺までいっぱいな感じウェス、うん、これはウェス・アンダーソンにしかできない で、うんうん、でももうあれもこれも詰めてみようとかこれもこれもやってみようっていうのは、うん、私今ふっと思ったんだけど、うん、後半の大林さんの作品なんかにも近いものがあるかもしれない。ああはい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 、うん、ありとあらゆるものを楽しみながらこうやっていくこんなこともやってみあんなこともでもその中にはすごい鋭いメッセージとか秘密があったりとか、はいはいはい、時代についての物言いがあったりとかっていう、うん、だからその見る人見る人に発見があると思うな、うんだ、うんうん、ねえ上さんとさん本当にでもうん、いろんなジャンルでそういうことをやるわけじゃないですか。で、うん、近年だとファンタスティックあれだファンタスティックミスターフォックスとか犬ヶ島とかアニメーションとかもやったりとか、うん、ねえ本当になんかジャンルにこだわらずになんかいろんなことやっちゃいますよね、うん、でその、うん、なんだろうなそのフットワークの軽さやってることはすごいんだけれども、うん、だからその、うん、そのさりげなくこう見せちゃうかっこよく、はいはいはい、その辺のすごさとか、うん、いやもうねやられたって感じ本当に。でもそれは最後の最後まで、うん、エンディングのそのクレジットがまで、うん、もう本当にされてるんだよ本当にもう一回ページを頭からこう開けたくなるの、うん、そんな、うんうん、作品でした、うん、だからやっぱりそういうところまでそのセンスの良さもあってやっぱり役者とかも近づいてくる寄ってくるから、うん、ね、いい具合に回ってくるわけじゃないですか、うん、そう思う、うん、このプレプレスシートっていうんですが多分これとほとんど同じような感じで、うん、劇場でもパンフレットが発売されると思うんですが、はいはい、そこにね、うん、これまでのフレンチディスパッチ号の表紙が出るんですよ。はいはいはい、もうこれが一個一個ね、うん、もうストーリーになっててね、うん、もうちょっと隅から隅まで読みたくなるような、うんうんそんなね、もう本当にいろんな仕掛けありの、映画、うんはい、なので、うん、映画のすべての喜びがここにあるので、でもいいかもしれないよ。はい、で、もう一本紹介できるかな。はい、ブルーベイブルーバイユーという、うん、ブルーバイユー、はい、ブルーバイユー、バイユー入江、はいはい、という、うん、ああはいはいあベイユーバイバイバイユー、うん、はいベイベイベイか、はいはい、うん、でこれはアジア系の監督が撮った、うん、そして主演もしている、うん、まあなんて言ったらいいのかな、うん、アメリカのその養子制度についての物語って言ったらいいのかな、はい、主人公はその韓国系の子供の頃に韓国に養子でやってきた、はい、青年なんですよ。ジュン・チョンというトワイライト初恋とかにも出てる役者さんがやってて、で彼が監督脚本制作主演はいもやってるのね。で、その、本当に子供の頃にやってきて、まあ、いろいろ複雑な育てられ方を、里親もどうも一人じゃなかったらしくて、で、まあ、生活もまあちょっと荒れてるところもあって、だけれども、うん、そのある時その、子供を持った女性、アメリカの女性と知り合って、うん、で、まあ、恋に落ちて、で、その彼女の連れ子である女の子と、まあ、3人、まあ、暮らしている。だけれども、うん、まあ、いろいろその結構やばいっていうかな、ちょっとやばいことにも手を出しているので、うん、でまあ、あとその、彼を、ターゲットにしている、すごく、差別感情の激しい、警官の、まあ、罠にはまってっていうか、
で、なんか早い話がね、そのあれなんですよ、その子供の頃からそのアメリカでまだにやってきて、それ育っているにもかかわらず、うん、彼には市民権がなかったってことに、はいはい、なってからっていうか気がつくわけ、うん、っていうのはアメリカのね、その里親制度の隙間があって、うんうん、今はちゃんと整備されているんだけれども、その彼がやってきた時っていうのはその隙間の時期で、でその市民権を取ることができなかった。さらに、はいはい、まあ、不良的なっていうかな、なんかそういう社会的な事件を起こすと強制送還になる。彼、うん、を愛する女性もいるし、彼のことをすごく、はい、まあ、父親みたいに慕ってくれる可愛い娘もいる。で、その彼女、彼の今恋人にはお腹に赤ちゃんがいるんです。彼との間に。はいはいはい、だから何としてもそのアメリカに、うん、強制送還は避けたい。逃れたいと。なんだけれども、で、まあ、裁判も起こすんだけれども、うん、非常にその難しい、足を引っ張る人たちがいたりとか、うんうん、で今もそのたくさんの人たちがその矛盾を抱えているんだって、ものすごい数の、もう本当に、うんうん、アメリカが抱えている問題っていうか、うん、ですよね、うん、だからその、で、まあ、その人種差別の感情であったりとか、うんうん、はいはいはい、まあ、今の本当に世の中のそう、あの分断社会っていうかの、うん、まさにだってこれちょっと今これいろいろとちょっとメイキングとか見てるんですけども、うん、やっぱ比較してるのが2019年だから、うん、やっぱ当然もうトランプとか出てきて、あのもうその分断がもう明確になってる時代のに結局企画されてる映画じゃないですか、うん、そうだから、まあ、うん、今だこそってね、その作った、うん、その全くその時期の映画で、で、うん、その全然いろんなことが解決できていない、うん、そう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 、うん、でものすごい数のその里子が、うん、その里親のところにやってきて、だけれども、うん、その全員が幸せに育ったわけじゃなくてっていう、うん、途中で里親その、里親先がこう変わったりとか、うん、はいはいはい、そんなことがあって、うん、で今に至る、だけれどもその救われないそのたくさんの人が今もいて、うん、でさらにそのトランプ以降いろんなことが分断されて、うん、でさっきも言ってたけども、やっぱ差別形式、あのそれも結局あったわけじゃないですか、あの警官の結局あの、うん、ブラックアイズマターみたいな運動があって、うん、結局あの黒人に対して警官があの、うん、あの結局殺害とか、うん、ああいう暴行とかあってっていう、うん、そこら辺も含めてのちょっと、うん、ね、人種差別っていうか分断社会っていうのが当時アメリカにあった中でこういう映画が作られるっていうところが、うん、なんか、うんうん、なんだよね、それでこの、さっきその、警官の話をちょっとしたんだけれども、実はその、彼が今付き合っていて、それでお腹にその赤ちゃんがいる、その恋人の元の旦那っていうのが警官なんですよ。うんうん、はいはい、警察官、白人の警察官なの、まあ、その彼女との間に女の子がいて、でその、うん、その女の子、親権は取り戻したいんだよね、彼としてはね。あ、はいはいはい、でその彼の同僚っていうのが、まあ、すごく差別感情の激しい白人ポリスでっていう、うん、で物語がすごく複雑になってくるんだよね、うん、でも、まあ、あれね、その本当に、うん、なんて言うんだろうな、その、うん、トランプ以降そういう、うん、あとまあ今特にそうだよね、だからその、うん、コロナがあったりとか、うん、いろんなことでいろんな感情がむき出しになってきている、うん、だからこの映画を撮った時よりももっとさらに複雑になってきているんじゃないかな、うん、ね、なんてこともね、うん、考えるけれども、うん、本当にね、いろんなことをね考えさせられる映画なのか、うんうん、でこのブルーバイユってタイトルはこの中に、うん、うん、ある曲があるっていうか、ブルーバイユって曲が流れるシーンがあるんですよ、はい、でそこで、うん、すごく印象的にも使われているし、うんうん、でこれが舞台っていうのがやっぱバイユ、あのルイジアナ州のバイユ地方っていうところで、うん、それも引っ掛けでもあるわけじゃないですか、うん、そうそう、うんうん、そうなの、なんか本当にね、あの、うん、たくさんの人が、うんうん、あのいて、いろんな、いろんな理由でそこに住んでて、うんうん、でいろんな人生があってっていうか、うんうん、でなんかいろんなことをね本当に、はいはい、うん、考えさせられる映画、ね、あのさっきちょっと間違いで言っちゃった、あれブラックライブズマターでしたっけ、うんうんうん、あの要は、うん、そう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 、うんうん、
だからそこら辺とかの流れっていうのもさっき当然さっき の, あの分断とかいろんなもんも含めて、ちょっとそういう世の中はさらにそうやってなんかだんだん変な方に変遷化していく中でのこの物語ですよね。そうね、本当なんか見て考えてほしいと思うし、であとその、子役の女の子がね、その彼女の連れ子である女の子、この子がすごいんだ、本当にもう泣いた、本当だからそう家族を作る話でもあるしね、家族になる物語でもあるし、で今のアメリカの物語でもあると、なので、ブルーバイユータイトルを覚えておいてください。でね、ぜひ、皆さんに見てほしいと思います。そんな感じで、紹介しました。まあ、いろいろ女スパイからね、フレンズマッチからブルーバイユーまで。でもまあ、全部やっぱり面白そうなんていうか、ね、映画は楽しみなちょっとタイトルばかりで、ね、な感じでもしたら。なれたのかな、まあ、またちょっとね。はい。来週もちょっとズームでお送りします。はい、お送りします。どうもです。